いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、今から川遊びっていうか川にちょっと罠を仕掛けに行こうと思います。これを買いました。筒をね、3種類買ってみました。細いのとこれとこういうのと3つですね。これまあ何がか、これまあうなぎ取りなんですけどね、何がかかるか分かりませんがね、これでこれを仕掛けてね、今日は戻ろうと思います。まあ海の河口に行ってみようと思うんでね、そこに仕掛けてまあ1日2日置いてで、また引き上げに行こうと思ってます。まあ取れるか分かりませんがね、これはこう入ったら出れないようにな仕掛け、こうなってるんでね、こっから入って一度入ったら出れないで、ここに餌を入れるっていう感じになるんですかね。でまああの川の河口なんでね、これにこう石を乗せておこうと思ってます。行ってみます。はい、ということで着きましたね。着きました。この川に仕掛けようと思います。綺麗ですね。いい感じです。魚も上から見えたり見えなかったり大丈夫です。水かさもちょうどいい感じですかね。グッドです。川まで降りてきました。でこのね、罠仕掛けていきます。で餌ですがね、餌は生レバ鯉のアラ、これにしました。これをこの中に入れていきます。でまずここはですね、これに入れましょう。なんかね、ネットで調べたらこれでもくるってきてるんでね、まあおそらく匂いのあるものを入れればいいということだと思うんです。これプラス鯉、鯉入れます。で蓋をする。でこれもこれちょっと大きいですよね。これ鯉の頭入れて、肝も入れて、蓋します。この辺に1個仕掛けましょう。はい、このようにね置きました。さてこれがね、1日2日後2日後かかかってるかね、楽しみですね。もうめっちゃエビがおるんですよね、周り。これは楽しみです。まあ、このようにしてあと2つかけていきます。もうこうやってるだけでね、手長エビでかいの見てるんですよ。捕まえれるかな手で。
雨降ってきた、よかった。ここめっちゃ似てるんですけどね、これ。あ、逃げた。ということでね、罠3つ仕掛けました。あっち1つ、こっち2つ。これでね、1日2日も待って、もう一度来て、中にうなぎ、もしくはいろいろな獲物が入ってると思います。楽しみです。今日はこのままゆっくりそーっと帰ろうと思います。はい、ということでね、今日はうなぎ罠引き上げにと、エビ捕獲、川エビ捕獲に行く途中です。でね、今日はスケットが来てくれますんでね、エビ取り名人も一緒に連れていくんでね、これでまあなんとかなると思うんですよね。まあそのエビ取り名人にエビは任せて、僕はちょっとうなぎの方をね、頑張って見ていこうと思ってます。それでは向かっていきます。ということで、今川の方に向かってます。でね、今日はもうエビ取り名人、もうエビを取らしたら右に出るものはいないっていう話を聞いてます。でその人とちょうどこう知り合いになれたのでね、行ってみようと思いますけどね。ちょっとカエビのことについてちょっと教えてください。まあ運転中なんでね、安全運転しながら教えてください。伊勢エビは美味しいよ。いや、伊勢エビは海なんで伊勢エビではないですね。伊勢エビじゃない。はい。あ、ボタンエビ。ボタンエビも寒いところのあれなんでね。あ、そう。はい。オマールエビだ。オマールエビも海ですね。はい。今日はちょっと何のエビを取りに行くんですか？伊勢エビ。伊勢エビは怒られますね。お金払ってないんで。漁協権がいるんで。桜エビだ。いや、桜エビも富山の方なんで日本海しか行かないんで取れないです。ちょっと遠いんで。それ海ですけどね。え、どういう、今日はもう川に、川に行くんだ。もう、はい、川にね、はい、川にエビを取りに行くんだよ。はいね、うん、川エビを取りに行くんだよ。はい、うん、で、唐揚げして食うんだよ。唐揚げにしたら美味しいんですね。うん、そう。じゃあそういう居場所っていうか、そういうのはもうちゃんとある、分かっているってことですね。知らん。いや川エビ名人なんでね。川エビ名人でしょ。はい、まあ、任しておきなさいよ。わかりました。はい、よろしくお願いします。はい。ということでね、着きました。水いい感じですね。天気曇りバッチリです。さて、罠がね、あそこに2つ、こっちに1つかけてるんでね、それをまあ見ながら、今日はねエビ取り名人に来てるんでね、一緒にエビ取り名人がね、どれだけ取ってくれるか楽しみです。それでは降りましょう。まあ、荷物あるんでね、それを下ろしながら行きます。はい、ということで、ね、着きました。うなぎをね、まあカゴ先にあげてもいいんですがね、まあそれちょっと先にこのエビカニ網を先仕掛けようと思うんですよね。
それから引き上げます。で、餌はね、これ集魚ペレットでいきます。これを仕掛けて穴に掘り込んでやろうと思います。今日はね、川エビプロも来てるんでね、うまく取れるといいんですが。で、これ100均ダイソーで買いました。前ね、これにこう網ついてたんですけど、もうエビにかじられてえらいことになったんでね、今回はもうこれ100均で売ってたんで、これに餌を入れてつけていこうと思います。で、これ入れましたんでね、あとはここにセットしていきます。これをここに引っ掛ける。もう凝集ペレットね、ここいてるだけで匂いします。これいいんじゃないですか、この感じで。やっぱりね、エビ取り名人はね、こだわりがあるみたいなんで、ほら、僕のやってることを、まあ、これじゃいかんだろうと、もっと浮かせないといかんだろうということで修正してもらってます。さすがこだわりエビ取り名人。で、まあ、セットができたので、これを向こうに仕掛けていこうと思います。一つはね、この辺にかけていこうと思います。この辺にちょうどこう深みがあるんでね、今日川の流れがないんでくくらなくていいと思うんですけどね、この辺に。さすが名人、仕掛けるところが違いますね。あそこは多分日陰になるし、足のところだから潜んでるだろうと。さすが。ここにも一つ仕掛けておきます。木図がにいても、あ、